九州百名山の貫山に登ろうと思って平尾台に来ました。ちょうどね、朝日が私を照らしているぐらいですね。茶ヶ床園地っていうね、駐車場に止めてます。どんくらいだろう、 20、30台止まるんじゃないかな。今からスタートしたいと思います。天気がめちゃくちゃいいですね。あら、これはおはようございます。熊本から来ました。ぬっきーまん、噂に聞くぬっきーまん、ぬきさんの妖精でございます。うわー、すごい、生ぬっきーまんだった。すおはようございます。おはようございます。あ、はじめまして。はじめま、はあ、礼儀正しいですね。もしかしてYouTuber の、はい、山ちゃん、あ、ご存知ですか。おいら、チャンネル登録してるでござるよ。ありがとうございます。見てる見てる。あ、ありがとうございます。すごい、すごい、聞いて今日はいないですね。ゴミ拾いをしてる。あ、ゴミ拾いしてるんですね。ここね、わかる？はい、タバコが吸ってあるんだよ。あ、してるんですね。ありがとうございます。とんでもございません。少し歩くことできますか、一緒に。大丈夫でございます。 ありがとうございます。ゴミ拾い途中すいません。はい、じゃあちょっとだけ一緒に歩いてください。はい、はい、今日は貫山は行くんだけど、うん、あとはね、多分十何個回ろうと思うんです。ちょっと早く来たんで、はい、もう行けるしこすごいな。ええー、今怪我したって聞いたんで。抜きマンと、まあ、抜きさん近くまで、はい、まあ、行けるところまで一緒に行けたらいいなと思いますね。抜きマンちょっと意外とちっちゃいというか、私の多分目線で言うとどうだろう、肩下ぐらいなのかな。これ説明しますと。あ、説明お願いします。これボディが山です。山、雲なんです。はい、でこれが巷で噂の強運スティック、うんばる、うん、山ちゃんにもちょっと後でこう授けます、ね、ありがとうございます。あられちゃんみたいなとか言われるけど、これはあの強運スティック、ね、スティックなんですね。カラーもいろいろバリエーションがあるあるんですね。中峠に向かっています。もう舗装路なんで、だいぶ歩きやすいし、ここはあんまりゴミは落ちてませんね。はい、ありがたいです。ね、だいぶ体も温まってきてございますね。温まってきた。もうあのタオルにしました自分はね、はい、こういうのに、あ、こういうぬきまんとこに会いたかった、こういうのがいたらいいなって、会いたいなって思ってたのが、はい、もう会えないから自分でやりました。で、中にはそういう人がいるんじゃないかなって思って、あ、やっぱりなんか喜んでもらえたら嬉しいって、なんかもうその時の喜びが、はい、あ、また会いたいみたいな、何かに、ね、喜んでくれる人がいるけど、自分もそういう人に会いたいみたいな感じですね。そうそう、自分が一番会いたかった、これにね。あ、なんか深い深いですか。深い、や、深い、ね、だからもうあの何でもほら今買ったりできるけど、うん、買えないものもあるでしょ。ある。でも売ってないものは自分で作んないとないでしょ。ない。だから自分で作ろうって、もう何年か前からずっと思ってて、やっぱ究極これですね。はい、作ったの。ああ今さらにでも雲ですね。雲ですね、はい、あ、ここからのお茶なんだ。ここですね。はい、ここからのお茶。あ、私有地につき無断立ち入り禁止になった。はい、じゃあここで、ヌッキーマンとはお別れです。寂しいよ。寂しい。でもね、今日会えたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しいよ。あ、じゃあお山で会いましょう。はい、会いましょう。じゃあ、はい、今から行ってきます。はい、ヌッキーさん、はい、パチパチ、はい、はい、お安全に。はい、ここですね。ここです。はい、よし、はい、行ってきます。行ってきます。やっぱ見送られると寂しいですね。ないけどね。
また来ます。ヌッキーマンとね、しばしのお別れしましたけども、なんか話してるとね、学ぶこと、自分に取り入れたいことというのがいっぱいありましたね。真似できるところからね、真似できたらなと思うけど、いやー、会えてよかった、本当。いやー、でもそれにしてもね、もうやっぱ、ヌキさんの妖精がいたぐらいね、綺麗ですね、平尾台。綺麗、無名ピークかな、こう特に名前がついてないみたいですね。こっからようやくね、ヌキさんが見えましたね、遠く。あれですね、あそこまで行きましょう。あ、もう綺麗綺麗綺麗、すごいね。名前あるんかな、すり鉢状にあんな地形見たことないね。でかいね、すごいすごい。今日ね、何気に最初の、歴としたピークになります。四方台着きました。はい、ヌキさん目の前。あ、もうね、ここは多分どこもだけども、景色にはこと書きませんね。ではこのね、四方台から次はそこのヌキさん向かって歩き始めましょう。向こうにね、行橋かな、なんだろう、海が見えるんですよね。もっと天気良ければね、湯布岳とかまで、見えるんじゃないかな。はい、この林道っていうかな、これを突っ切ってまっすぐヌキさんの方にひとまず行きましょう。はい、ひと登りしてね、そしてまたひと登り、3段階ぐらいあるんかな。ヌキさんはね、最後の登りがちょっとえぐいですね。ここだけ角度が上がってますね。しかもね、地面はぬちゃんちゃなんで意外と注意ですね。頑張ろう。出ました。ただぜいぜい言う暑苦しいだけの動画ですね。はい、ここはもうそれにつきます。きつい。最後はね、フラットな道を歩くとヌキさん、711m ですね。景色は東側かな、東側が綺麗です。あ、これ景色ね、霞がなかったら海がバッチリ見えるんでしょうね。はい、ヌキさんのね、山頂です。ヌキマンからね、もらったお土産、これをね、ちょっとここで開けてみたいと思います。2つね、お土産あるんで、1つはこれですね。じゃんじゃーん。あー、もうここで食いましょう。平尾台って書いてある、これなんだろう、パンなんだろうけど、あ、クリームパンですね、クリームパン食べよう。そしてもう1つは、あ、今度は近くね、これなんだろう、これはあんこかな。あ、あんこだけどホイップも入ってますね。あ、いいね、ここで食べましょう。ちょっと一旦ね、これは袖に置いて、2つ目はこのパンダに入ってる、なんやろ、じゃんじゃん。あ、超嬉しい。YouTube 九州山大学山ちゃん殿ヌキさん愛と、いや、これもう一点もんですね、ありがたいです。しかも達筆、もうなんかこう味があっていいですね。あー、いろいろ入ってる、シールだったり、バッジだったり、わー嬉しい。しかも綺麗に包んでありますね。ね、このヌキマンの情報がね、知りたい方はあの動画のね、詳細欄に書いてありますんで、まあ、ここにはね、載せれないと思うんだけども、どっかね、載せておきます。名刺が入ったんで、その名刺をね、写しておきましょう。わかるかな、ヌキマンからもらったパン、平尾台と書かれたホイップ&のパンですね、大好き。
意外とというかこれ見かけだけじゃないですね、中もしっかり詰まってる、無事ね九州百名山のこの貫山に登ることができました。今日はね茶ヶ床園地からねひたすら貫山に向かってきたわけですけども、貫間にもね会えていろいろお土産ももらえたんで楽しく登ることができました。はい、あとはねうろうろしながらね下山して熊本を目指したいと思います。登山家山ちゃんでした。バイバイ。ファンがついてますね。無理やろ。それこれは100均ですね、パンダちゃんね、はい、こんなのとね山登りしたことないだろうから、はい、いわゆる新鮮ですね。新鮮、いや